グラインドハウス、レーダーズ、リスナーの皆さん、ジーグレークファクトリーのボーカルのモテキです。群馬ロックフェスをですね、開催しまして、たった今、終わったところなんですけれども、もういろんなものが込み上げてきて、そこに出演して、まあ、自分でこう仕掛けたステージに自分で出演したような感じなんですけど、まあ、いろんな人の力を借りて、感慨深いものがそこには、まあ、毎年、まあ、まだ2回目なんですけどあって、まあ、そのボランティアスタッフだとかその運営スタッフだとかそういったものも、まあ、言ってみれば決してプロではない人たちが集まって、まあ、プロっぽいことというか、まあ大きなお祭りを仕掛けてる、そんなお祭りなんですけれども、しかもこの片田舎群馬という偏僻な土地で、そこに、まあ、群馬に、こんなものがあるっていうものをやっぱりこう見てもらいたい、感じてもらいたい、一緒に作ってもらいたいっていう意図を、それから、群馬を離れてしまった人も、まあ、1年に1回ぐらい群馬に帰ってきて仲間に会ったらどうかいっていう、そんなことも含めて群馬、もう本当にオール群馬で臨むみたいな感じで、いろんな仲間の力を借りてこう群馬ロックフェスやったんですけども、まあまあ、当然ライブの内容というのはまあこう不甲斐ないところがたくさんあったりとか、やっぱりこの精進しなきゃいけないな、日頃の行いが悪かったのかなとか、いろいろ反省しながら、まあ、今後の課題もいっぱいたくさん今日はいただきました。そして、ジグリコヨトリ、今リリースツアー中でして、全国各地、まあ、本当長いツアーなんですけど、お邪魔することがあると思います。ぜひライブに遊びに来てください。そして、群馬ロックフェス、まあ本当に上手に仕上がって、脂が乗っております。もう本当にここから先はライブで勝負だと思うので、本当にライブに遊びに来てください。以上、ありがとうございます。